こんばんは。ニアです。今日はこんなコスチュームにお着替えしてみます。こちらのミコさんのコスチュームです。それでは早速お着替えしてみます。こういう感じです。今日のこの衣装は視聴者の B さんからいただきました。 B さんありがとうございます。今日はみこさんということで赤と白の着物みたいな衣装です。コスチュームならではの部分がこの下がスカートになっていてすごい短いんですね。ミニスカミコさんですね。はい、それでは今日のブラジャーとパンティをご紹介します。まずは今日のブラジャーでーす。真っ赤なカップに大柄のお花がシルバーで刺繍されています。実際に外してみてみるとこういう感じです。今日のみこさんのコスチュームも赤だったので今日はニアの一番お気に入りの赤のブラジャーとパンティをつけてみました。で、このなんといってもこの印象的なのがシルバーの刺繍のお花ですね。そして真ん中にはチャームが一つついています。そしてこのブラジャーソフトワイヤーっていうワイヤーがこのカップの下の部分に内蔵されてるんですけれど、この下の部分ですね、これがとっても柔らかいワイヤーなのでお肌に負担がなく痛くなりにくいんですね。なのでとってもつけ心地がいいブラジャーです。それではパンティもご紹介します。はい、できました。パンティはこういう感じです。パンティもこのなんといっても大柄のお花の刺繍がとっても印象的で、赤にシルバーの刺繍がとっても映えますよね。後ろ側は両サイドに赤いレースが施されています。はい、それでは今日はみこさんのコスチュームでニアのお気に入りの赤いブラジャーとパンティをご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひポチッと押してもらえたら嬉しいです。またニアのファンクラブパンティやオンリーファンズ、こちらも楽しい動画をたくさん投稿してますのでよかったら遊びに来てください。それではニアでした。バイバーイ。